第2代ティローリー男爵ジェームズ・オハラ、1712年が、左側の人物は、第2代、モンタギュー公爵ジョン・モンタギュー。ティローリー男爵は、アイルランド貴族の男爵員。二度創設されており、いずれも廃絶している。アイルランド王国出身の軍人チャールズ・オハラは1706年に、アイルランド貴族である、名誉権における、ティローリー男爵に除された。その息子、 ジェームズ・オハラも、同じく軍人になり、スペイン継承戦争や七年戦争に参戦した。ジェームズは1722年に、アイルランド貴族である、キルメイン男爵に乗された後、1724年に2代、ティローリー男爵になり、在ポルトガル・イギリス大使、ミノルカ総督を歴任したが、着死がなかったため、その死に伴い、キルメイン男爵くらいとティローリー男爵位は廃絶した。 名誉県出身で1768年より、アイルランド庶民議員を務めていた、ジェームズ・カフは1797年11月7日に、バリン・ローブのティローリー団爵に除された。ジェームズは、その後アイルランド貴族代表議員を務めたが、着手がいなかったため、爵位は一台で廃絶した。ありがとうございます。